スズルのミッタイ TV。 いやいや、久しぶりに慣れ親しんだ土地に帰ってきましたね。スズルのミッタイ TV、 本日は福岡県博多からお送りします。博多といえば HIS さんと以前コラボさせていただきまして、まあ3日ぐらい泊まったんで、結構なんか懐かしい風景とかね見れて、なんか懐かしい気持ちになりましたね。ね、9ヶ月ぶりぐらい。9ヶ月ぶりですね。久しぶりだね。懐かしいね。だいぶ既視感はあるよね。じゃあということで、最初のスポット博多駅で聞き込みをして。いいよその前の流れ。知ってるやついんのかこれ。いや、わかんない。見てるやついないだろ。まずはラーメン食いに行きましょうよ。行っちゃってください。あなたがこんだけ懐かしいんだよマジこれね。俺の懐かしさはもう語りきれない。いや、そんなに思い出ないけど。なんもないんかよ。いやいや、ヤフオクドーム来てみたんですけどね、まさかの JSOUL BROTHERS のコンサートと被るとはね。まあ、カンパと一緒に JSOUL BROTHERS も連れてきたかと思うと。いや、連れてきてはない。JSOUL BROTHERS は自分の意思で来てるから、ね、いやいや、俺が連れてきたと言っても過言ではないからね。全員にボコられるんだよ、このあっちの人。何人おる俺。もう20人ぐらい俺多くはいるんじゃない。20人は少なすぎるだろ。俺のオフ会か。そして、まあ、博多というか中洲の方に一蘭の本店があるんです。総本店、もうビル全体が一蘭。でっか、マジで。何回も見てるけど、2回しか見てないけど。見るな、2回目。前回行かなかったし ね、まあ、前回行かなかったから行こう。行ってきますか。まあさすがにね、やっぱ経験としてさ、ダメでしょ、やっぱ食べておかないと。あのお重のやつ。確かに。ラーメンで建てたビルですね。夢ですね、すするの。どうぞ、失礼いたします。いただきます。はい、ありがとうございます。一覧ですね。このお重の釜だれ豚骨ラーメンってなんか博多の中でもこの博多キャナルシティ博多店と天神西通り店でしかやってないらしいんです。しかも今回行ったキャナルシティ博多店はこの釜だれ豚骨しかないっていう、もう気合の入りようが伺えますよね、うん、しかもあのお重1個1万円ぐらいするらしいですから。まあ味自体はまあ普通の一蘭じゃ一蘭ですけど、まあ高級感があるというか、まあ記念になる感じはすごくありましたね。いや、なんか気持ちはすごく良かったです。いや、もう博多のお土産といったらこれしかないでしょう。はい、もう一番美味しいお土産と言ってもいいんじゃないかっていう、この博多通りもんさん。博多通りもんといったら誰もが喜ぶお土産ですから、もうこちらぜひプレゼントしてください。こちら博多通りもん欲しい方、すする TV メイン、そしてサブチャンネル登録していつも通りコメントいただければなと思います。いや、まあ好きな替え玉の個数とか。何や個数なの。はい、明日が佐賀 SAGA、 また次回。中国地方のプレゼント当選者を発表したいと思います。岡山県はこちらの方、3番センター鳥取、6番ショート
島根、広島東洋カープ選手の交代をお知らせします。こちらの方です。山口県はこの人です。応援した方々、おめでとうございます。もうあと九州と沖縄しか残ってないですけど、ぜひぜひまだプレゼント応募お願いします。また次回